おはようございます。 TZ48 代表の桂田源太郎です。こちらのライブご覧の皆様は7月28日朝6時10分を少々回りました。それから YouTubeTZ48 現チャンネルをご覧の皆様は同じく7月28日午前中です。はい、こちらの Facebook ライブが終了したデータをアップロードさせていただきますので、よろしくお願いいたします。少々時差がございます。はい、 TZ48 は視力障害者が中心に運営する飲食店企業に向けて活動している団体です。 TZ をもうご存知ですかね。ただの全盲のおっさん、目が見えないことを全盲とか弱視とかいう、見え方で、言ったりするんですけども、視力障害者の人のね、分け方があるんですが、私は全く目が見えない全盲という配置になっております。はい、その私桂田源太郎が48歳の時に設立した団体、それが TZ48 でございます。はい、よく覚えといていただけると後々 TZ48 がねバズるかもしれないじゃないですかね。今のうちっすよ。なんかもうごっついマブダチになっといてくださいよ。ガッサーンバズって調子乗ったら、あなた誰ですか、どうもとか言うかもしれないですよ。まあ、そんなことないですけど、そんなバズらないですけどね、そもそも。はい、その TZ48 という、団体を応援していただきたい、見守っていただきたいということで、Facebook の中にファンクラブアットマーク TZ48 という非公開グループを作りました。はい、加入ボタンをポチッと押していただくと、あなたの、ファンクラブアットマーク TZ48 という、団体っていうか、非公開グループになりますよ。もうあなたのものです。中に入っていただければ、自己紹介をしていただこうが、ね、なんかちょっとやばげなことじゃない限り自由に書き込んでいただいて結構ですよね。どんどん中にいらっしゃる多彩な方がいらっしゃるので、もちろん飲食されてる方とか、芸能関係落語家の方もいらっしゃるんですかね。いろんな方とつながっていただけるような、場に、これはなっております。あの僕の実力じゃないんですよ。集まってくださった皆様がたまたまそういう、飲食されてる方とか、ね、いろんな趣味持っておられる方とか、子育てのことで熱心に活動されてる方とか、いろんな方、ね、鉄道の詳しい方もいらっしゃいますしね。はい、そんな感じなので、ぜひぜひ集っていただけたらありがたいのかなというふうに思ったりしますが、はい。でそれからこちらの画面の、上の方に URL が3行ございます。一番、上から3行ですね。それ、僕のお友達が出版した電子書籍の URL でございます。一番上が僕が、チャレンジキッチン、日替わりシェフで、ランチ会 TZ48 ランチ会を、大体目標2ヶ月おきに1本ずつ出させてもらおうかなと思って活動している大阪本町地下鉄15番出口出て徒歩100歩のコンセントカフェオーナー村井純一さんのご著書ご縁で逆境をひっくり返せ人と人がつながったら絶対世の中おもろなるというご著書の、ご購入 URL でございます。よろしく、合わせてお願いいたします。はい、加藤さん、ミニーちゃん、姫路晴れてる。姫路におったのに飲みにも誘ってくれんと仕事やっちゅうねんね、加藤さん。はい、あ、ミッキーおはよう。ミッキーさん、あ、今日から仕事復帰、ロックダウンが明けたんですかね、ミニーちゃん。あ、ミッキーおはよう。あ、吉本さんおはようございます。あ、
あー、そうか、なるほど、ミッキー、あー、関節痛でやっぱ副反応出るんですかね。うわー、それ、え、ご飯食べる気とかないの？もう無理。39度もあったら、あ、社交ダンス、はい、ミッキー見てくれたのね。ああ、よしよしとさん、おはようございます。あ、会社、そうやね、副反応やから会社行かない。そうやって、会社行けませんやけど、でも、なんやろ、ちょっと、あれやな、個人的にというか、まあ、突っ込んだこと言わないんで、あの、ミッキーさんで、こちらご覧いただいてる方は、素敵女子なんで、明るくて元気な、普段は明るくて元気、今、コロナウイルスの、ワクチン接種中、副反応中で、ダウンされてますけども、うん、普段は、元気で明るいお姉さんなんですけども、なんと若々しい方なんですが、3人もお子様がいらっしゃって、はい、にぎやかなご家族でございますが、だから、会社行かへんはええわ、のんびりですわって書いてるけどさ、ミッキー、ご飯とかなんかやらなあかんこともあるやんか。つらいな今日は。あー、食欲ないね。え、でも、まあ、ワクチン、人、個人差あるんですかね、副反応の出方って。ちょっと腕上がりにくいわとか、痛いわとか言うだけの人と、こうやって、ミッキーさんみたいにもう熱ごっついてるってね、いう方といろいろいらっしゃるんでしょうね。はい、ね、僕も、じゃあ僕の過去の大変な話しようか。大変な話で、ほら、電車で事故したとかいろんなことあるけど、そう、32歳の時かな、33になる前やな、におたふく風邪になりました。あれはきつかったわ、ほんまに。ほんま、ね、ほんま死ぬか思った。あの、熱高いのんとか、うちの息子がそもそもなったんですよ、おたふく風邪に。で、あ、おたふく風邪なってよかったんやで、あれね、最初なっといた方がええしって、よかったねって言ってて、俺なってないの忘れてたわけじゃない、俺なってないねんけどなって思ってたんですよ。ほんなら、いや、子供作れないかどうかは知らんで、濃いな今日。こっち右の首ゴロゴロし始めて、ここら辺やね、喉の横あたりで、顎の下というか、ゴロゴロして、おやーと思ってたら、もう見る見るうちにゴリンゴリンになってきて、熱ギュワー上がってきて、あ、これはもう疑うべくなくおたふくやん、ね、ちょうど土日やったんですよ。ほんで、もう月曜からちょっと、あの、土日ちょっと病院閉まってたから行かれへんから、せ、どうもおたふくですって言って休みにしまして、ほんだらもう火曜日ぐらいからね、アーストラゼネカ、あー、テンション高いからね、あの、深い話題してくれる。ほんで日曜日ぐらいですよ、ゴロンゴロンしたのが。月、火、水ぐらいになったらね、こう、首のこの下だけちゃいますって腫れてくんの。男子の大切なとこ腫れてきまんねん。うん。もう、小ぶりのゆで卵ぐらいになりましたからね。びっくりした！ふんたまってやつがね。ほんで、それが、心臓がドキン、ドキンってするたんびに、下半身がギャーン、ギャーンって痛いねん。もう、ほんまに。あー、そうね。精子が、加藤さんね。精子だけに精子不明になるわけですね。あれ。
いやもう一人おるからええよ。はい、そんななんかもっとなんかやらしい話しそうやから朝礼ですからね。はい、ちょっとコーヒー飲んで子供作れへんからあれ大変やんって、いやいやもう一人おるしええしって、その先いらんことを言いそうになりましたから。はい、うん、そう、こうやってね、朝礼を見に来てくださってる皆様がこうやってコメントで僕のことをいじってくださると、生死だけに生死不明ってやかましいわって今頃来てますけど、そうそう、金あ言うてもだ、もうええか、金玉がギャンギャンって痛いね、もうギャンギャンって。はい、それはいいとしまして、品格あふれる朝礼ですからね。はい。はい。皆様のお名前を振り返りながら、お別れにしたいと思います。ね、楽しかった。今日はたくさんいじってもらえてありがとうございます。加藤さん、ミニーちゃん、ミッキーさん。ね、仕事復帰頑張ってくださいね、ミニーちゃん。吉本さん、吉田さん、あと大丈夫かな、大丈夫ですね。はい、皆さんのお名前読み上げさせてもらえたと思います。はい、それでは今日も一日、元気にといかないね、ちょっとこらえなきゃなミッキーちゃんみたいな方もいらっしゃいますが、もうでももうほんまにもう、しんどい時はゆっくりしましょうね。それ神様が休みなさいよって言ってくださってるサインなので、ゆっくりしてください。無理なさらないように。はい、それでは、今日も一日健やかに、できるだけなるだけ健やかに安全運転でお過ごしください。 TZ48 現チャンネルをご覧の皆様はチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。お相手は TZ48 代表桂田源太郎でした。バイバイ。